はい、アミーボガチャからいきましょうか。はい、行きましょうよ。いいね、あの日付変わったんでね、この平地やし雨の中ね、はい、真珠保てないかな、ね、そうかそうか、そうかそうか、まずはトゥーンリークから、ああおい、ヒーって言ってるやん。それありますよね。そうだね、いきなり来てる。おーえ、来た、揃った。ちょっと待って、いきなり。すげえ、大海原を旅したでしょ。あ、そっかそっか、トゥーンリークだもんね。やった、ねえ、早かったな今。え、全部揃った。揃いましたよ。来たね、風の勇者装備。そうか、ポンプ。ほら、あー、いいね。あ、めっちゃいいやん。あれ、多少水に溺れても平気な作りになってるってことは、なんかあれかな、水の耐性が強くなってんのかな。いや、関係ないじゃないですか。あ、マジで。へぇ、何じゃ、見た目だけの話だ。そうなのか。へぇ、今日はこのまま行きましょうか。はいはい。あ、なんかアイディア人、あの、今違う、お前と喋りたいんじゃないんだ。そうだね、しかも、あんまり話したくなさそうだね。じゃあ、喋りかけ。次は、風のタクトのゼルダ。はい、じゃあ、落ちろ。落ちろ。めっちゃ滑ったな。ねほうほうほう、あ、いいね。あ、耐久アップいいね。あ、そっか。あ、そうなん。なんか古そうなやつしてるじゃん。わからないんだよね。本当はね。もうやるか。じゃあ次。ライデンのやつ使えないですから。モブリ。はい。肉でしたっけ。うん。モブリ結構しょぼいんですよね。あ、そう。あ、本当やね。書いてたらめっちゃ。めっちゃ強いじゃん。あ、本当や。あ、強いよ、攻撃力アップや。相当強いですよ。過去最強ですよ。あ、本当や。え、これ大事にしたいですね。あの、いまいちとか言った矢先。そうやね、言ったそばから。フラグ立てる前に。食い気味に。はい。こんなのいただいちゃいましたみたいな。どうしようか。このうちはいる？うちは。うちは今このブーメラン。なるほど。え、人に当てるの？避けた。強い、ね、ボコバット。ああ。の中の一部の猛者だけが手にする。なるほど。へえ。めったに振らんとここれは。ね。もったいないよ、ね。そうだね。このボス戦とかぐらいしか。そうか。よし、じゃあ次はファミコンゼルダ。はい、アメリンク。はいはい。あ、これ。さあ。ああ。まあまあ出るな。今じゃないんだよな。ね。もったいないよね。これ壊す結構出るんですよ、なんか。そうだよね。あ、そっか。だってなんかこういうの樽とか壊すとすぐ壊れそうになるもんね。はい、こちらの機械とは裏からね。当たりどころが難しい。角にちょうど当たるんだ。あれ柔らかいんですよ。ああ、かもしれんね。おう、お、まさき、これ何？あれ？ゴロンや。あ、ほんとや、ゴロン族や。あれ？ゾーラのところなのにゴロン。ほんとやね。え、ティーバッグ入ってる、あれ。あれ、ここの食い込みパンだよ。本物の食い込みパンだよ。あれ、だいぶケツに食い込んでる。ああ、ほんとや。え、どういう作りなのあれ。なんか、ふんどしみたいな感じなのかな。確かに。回しみたいな。ああ、なるほどね。ちょっと詳しく見せてみよう、これ。誰得や。もう前提が泣くやもん。そうやね。よし。次は、スマブラのガノンドロフ。はい。おお、ラッキー。イエー。うん。ほうほうほう、フィニッシュブロー付きの騎士の両手剣。いやー、そろそろ武器枠増やしたいですね。ライデンの剣せっかくだったもんね。苦労してね。まあね、やっぱの思い出に縛られちゃダメだもん。なるほど、なるほどね。あ、残す。ほう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 、あ、いいね。どうせ生き返るんだよな。
高いですね。ああ、そうか、まあ、そうか、ライネルも、ね、悲しい。はい、次ブレスオブザワイルドの、ゼルダ姫。はい、ねえ、耐久アップの騎士のことで、もう3つ目やねめちゃめちゃあるな。縦にはこと困らんねえ。そうですね。次は、今作ブレスオブザワイルドのリンクの弓持ってるやつ。さあ、なんだ。おー、いいや。あ、攻撃力アップか、ありやな。普通のやつとかね、いらんもんね。じゃあそうですね、3本弓3本ってことは、だってダダダって入りゃ30ってことか。それ以上ライネルのやつなんで。ああ、そっか、使え、思い出の品ですよ。ああ、なるほど。思い出の品そうか。よし、次はこれ限定版のやつだね、ピンクやね。さあ、お、ああなるほど、限定感が全然なかった。まあ最後これね、いつもおなじみの、はい、あれガーディアンやってもらえますか。あ、そっか、あ、あ、ここでは使えないなるほど、ガーディアン、次はガーディアン、すごい流れていった。さあ、おー、古代のコアか。なんか今ちょっと変な時間がありましたよね。ねえ、さあ、これをじゃあゾーラ席の上に子供たち、えい、あ、当たった、当たったけど、当たったけど跳ねましたね。うん、耐久値が高い。すげえ HP あるんですかねえきっとゴリゴリっつって言ったの。よしよしよし、だってリンクでもそこそこダメージ食らうもんね、これ。だいぶ食らえますね。当たる、君たちが戦いに行った方がいいんじゃない。世界ですね。そうだよね。あ、まだ行こうか。うん、さあ、楽しい時間はあっという間に。そうやね、本当に祭りになったよね。これあいつ違うんだ、祭りに行きますか。うん、そうになるかな。アギプット、アギプット、いや、うん、いや、アイリア人だね。この辺では珍しいね。お前もやろ。お前、顔でけえな。顔でけえ。かわいい顔してるけどね。あ、でもゴビン、ゴロ。ゴロですか、やっぱゴロなんですね。ああ、そういうことやね。電気の矢は触れるけど。ああ、しどいですね。え、何本目なんなんやろね。ねえ。なんかのヒントになってそうな気もするけど。あ、なんか全然歓迎されてない。武器の攻防、何してるの。槍の修理。めっちゃしつこい。単語でしか答えてくれ。武器の槍とサイズの槍。ほう、もう、え、はいね。はい。あ、違った。あ、これ女性が、女性版、女性型やね。フララット。うん。初期感なの。またね。え？ね？これがミファーっていう人の像なんやね。あの記憶にいた人ですかね。ああ、赤いゾーラ族の女の子。あ、あ、そうかもね。ねえ、違うね、これ子だ。魚の根や、宿やか。リンリン、リンリンよね。誰？その通り。その通りだぜ。リンリンだ。すげえ慣れ慣れしい。すげえ聞いてくるやん。ぐいぐい来ますね。ねえ。
あれから100年お互いよかったと思いまして、長生きですね、うん、そうだね、この家族は長寿なんだね。あ、上に行けるね、タオパイパイくらいタオパイパイ長寿だったっけ。タオパイパイなんて見てる291歳。え、嘘、はい、めっちゃ長寿や。あ、そうなの。あ、30代後半ぐらいかと思ってた。違うの。271歳で脱サラして、うん、試合を始めたんです。え、そんな裏設定あんの、はい、知らなかった。あの時だから下でベンって倒した時、うん、ブルー将軍を下で倒した時、うん、291歳。マジか。知らなかった。でっか。あ、このでかいのが。でかいね。王様、これ大臣的な貫禄すげえな。あ、指導士や。うん、ドレファ。うん。ジャバザハット見てですね。本当だよね。そのたが指導を連れてきたハイリア人。よくぞここまで来てくださった。わしはゾーラ族の王、ドレファンであるぞよやと。あ、ゾーラ族はゾヨなのかな。そなたの腰のもの、それはシーカーストーン。そうです。うん、よく見たらそなた、リンリンじゃない。おお、ハイリア人の英傑リンクではないか。せやで。わしを覚えておらんのか。せやで。おらんかの。おお、あ、知らんかったやシドも。ハイリア人の英傑リンクがあの英傑その人なのか。そうだ、確かにそう聞いた覚えが。これは驚るべき出来事かもしれないぞ。ハイリア人の英傑リンクが今ここにまさしく驚くべき出来事ぞよ。それにしても懐かしい。ほれ、かつて幾度もあったであろう。あ、知り合いなんだね。そうですね、強いですね。命運が尽きた。あ、死んだっていう噂は流れとったよね。どれだけ長くて。わしのことを覚えとらん様子なのはそのせいか。我が娘ミファーのことは覚えておるぞよ。ミファーってのがさっきの、うん、赤い。まさかミファーのことを忘れてしまったと。いや、記憶の片隅にいましたよ、ね、あんなにそなたと仲の良かったミファーを忘れるなんてみたいな。なるほど、仲良かったんや。そうです ね、 ね。あ、やっぱこれがそうなんだ。何も思い出さんぞよ、ね、何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ、うん、あ、できれば父上、ここで姉上のことは、なんか言ったらあかんの感じなのかな。リンクも混乱してしまいますぞ。シドのお姉さんなんだ。なんか王子やん。あ、そっか、そういうことか。うん、おお、そうよな。それにしても知らずに英傑を連れてくるとは。シド、お前もやるぞよ。あ、お前に感謝ただのラッキーね。シドの手柄にされるなんか釈然。そうやね。なんか釈然とせんところあるよね。なんか違いますよね。うん、腑に落ちんな。帰ろうかな。ジャブフフフフ。やっぱジャバザハップですかね。本当だね。ぽいね、はい。リンク、そなたも大変であろうがわしの話を聞いてほしい。実は今この里は水の真珠バルッタのせいで存亡の危機に見舞われておるぞよ。バルッタ。バルッタ。いや、喉を大切に、コウジ。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。はい、そなたの力、貸してはくれまいか。うん、7… あ、ムズリって誰。ムズリ、あの、右下の。あー、おじいちゃん。お待ちくだされ、ドルファン王。だいぶ個性的な顔してます。なんか、エイっぽいね。あー、確かに。アイリア人に助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。そういうことわざがある、ね。なるほどね、そういうことだよね。ムズリ、ゾーラのヒレ折れなどと大げさなことを。言葉を慎め、ムズリ。リンクは俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中。よっぽどダメだ、狂言だ。そうだな。ヒレが折れる。そういうことだよね。それだけはやっちゃいかんみたいなね。なるほどな。文化の違い。そうだね。紛れもなき英傑、うん。今はこの里が、いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれない危機的状況。そんなに。もう、雨ずっと降ってますもんね。そうは、この雨が真珠のせいで、そうか、そういうことか。ここはゾーラもハイリア人もない謙虚にヒレを畳む時ぞ。これもなんかあるんだね。ありますよね、うん、ことわざ的なものが、ね、ドルファン王はもうお忘れになられたぞ。ハイリア人どもは信用できませぬ。なんかあったんですね、きっとね。
100年前古代文明の力なぞ持ち出してハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。うん、あ、しかもあ、かっこいい来てる。しかもミファー様まで帰らぬ人となってしまった。あ、ミファー死んでまったやん。死んだのか、囚われてるのか。いやリンク、ブッダは水の真珠、無限に水を生み出す力を持っておるという。すごいな。おうおう、水不足も解決やねこれ。最近ね、喉乾いたらちょっと頼むわ。そうだよね、仲良くしとけば。最近突然水を吹き上げ出したせいでこの辺りは激しい雨が続いている。うん、もともと我らゾーラにとって水は空気も同然、それだけなら困ることもなかったぞよが、うん、東にある貯水湖が溢れそうなんだ。降りすぎて、うん、もし貯水湖が決壊してしまったらこの里はもちろん川下に住む者たちにも甚大な被害が出るぞよ。なるほど。あ、何これ、鳴き声。また神獣が吠えておるぞよ。あ、近いな。すぐ行けるやん。すぐ行けますね。ねえ、すぐ芝子。そうですね。ね。ああ、なんか水が出てる。うん、だよね。そうだよね。なるほど。ね。そういうことだね。なるほど。パオーンって言っとるもんね。ああ、あれが花なのかな。そうですね。おうおう。思った以上に機械っぽいね。そうですね。うん、水の真珠バルッタ。ソナタの姫、ゼルダ姫は、あ、ゼルダ殿は厄災が現れる前に神獣についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの肩に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。ああ、なるほど、電気をやってあげる、うん、なるほど、事実、矢を当てる、そういうことか。セゴン G がルッタの肩に電気の矢を当てた時は確かに水は弱まった。ほう、なるほど。電気をしてきますもんね。うん、だが俺たちは水星の一族セゴン G とて電気の矢を扱うには限界が。なるほどね。あ、なるほど、電気に弱いんだね。結局ゾーラに扱える電気では足りなかったのか、ルッタの水の勢いは戻ってしまった。うん、うん、だからそれならばと俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。なんで格好つけんすか。そうだね。裏側がねえ、もう言わなくても分かると思うが、リンク、電気の矢でからくりを起動させてくれ。なるほど、よかろうも、もちろん俺がサポートする。一緒にルッターを止めてくれないか。ないよ。何何、お主ゼルダ殿の導きで真珠の中に入り沈めようと思っていたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ。なんとなんと、そうであったか。あれですね、うん、リンクの喋ってるやつもちゃんと全部喋ってほしいです。そうだよね、はい、こっちが想像するしかないもんね、はい、何喋っとるか。100年前はあのような結果になってしまったが、真珠の中に入りこちらの手に取り戻せばガノンを封印する手助けになるやもしれんぞよ。リンクにもそんな目的があったのだな。よし、俺も協力するぞ。放送が止まれば乗り込むこともできる。リンク、一緒にルッタを沈めよう。もう一択ですね。ねえ、リンク、ありがとうぞよ。そうだね、我らの目的がほぼ同じとはこれも運命なのかもしれぬな。善は急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。何、何、お、あ、ゾーラの鎧、いいやん。お、お、なんか滝をさかのぼることができるようになる。滝登り、マジか。ねえ、それを着ていればハイリア人でも我らゾーラのように滝登りができるぞよ。どう、ねえ、どうか大切にな。ありがてえよ。あ、ムズリ怒ってる。ありがてえ。ゾーラの鎧を渡すのですか。それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なもの。あらら、ミファー製なんや。ミファー製。それはメイドインミファー。そう、メイドインミファー。英傑であったとえ何の関係もないこの男に渡すのと何たること。じゃあ怒るやん。あんまりです。わしは納得いきませんぞ。こいつにとりあえず電気のやつ。そうや。五六発。ケツは何、ねえ、ケツムズリめ、もしくは眉間に、眉間にね、そしたら楽になるね、うん、あれは我が娘ミファーの教育係だったぞ。ああ、なるほど、だから余計しか可愛いんか。なるほど、娘みたいな。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時ハイリア人嫌いが決定的になってしまったぞよ。
ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。まあしゃあないのかな、うんうん、ねえ、そういえばルッタを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが、はあ、出て行ってしまったぞよ。あ、なるほどね。ムズリは要するにムズリをしばいてある場所を聞けってこと。そうですね、まあ、もう結構持ってますからね。まあね、うん、ガチャで、ね、あ、そっか、はい、めっちゃ持ってるんですよ。もういいで、そのままでいいよ。そう、このイベント飛ばす気。あの話をするつもりずよな。なるほど、なんだろう。リンク、ムズリはおそらく下の広場にいるぞよ。そなたも行ってやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。必要ないよ。しょうがねえ。え、撃つ。あ、さすが王様、あれやね、堂々たるもんやね。弓で狙っても、その手とかないっすよね。あ、46本もあるやん。あ、めっちゃあるやん。本当や、だからいいんだもんね。あいつにはもうあいつの人生があるんだから。そうや、ムズリはムズリとかほっといたれよって、ねえ、そうやって、お前の狭いのはならん。でもちょっと滝登りしてみたいね。そうやね、どんな感じなんだろうね。あ、来てないか、まだ。あ、今回これで行くっつって言った矢先に。ムー、こんなところまで来たぞらか。お前に用はない。俺も用はねえ。シャーネーで来たってね。そうだ、イベント的にね。ムズリを聞いてくれ。お前に黙ってんだよ。そうだよね、お前に黙っていたことがある。何、本人を前にして言うのもなんだが、リンこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。なるほど、吸い取ったんやな。好きやったのか。俺はその頃まだ小さかったから分からなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。7って、そんな作り話を簡単に信ずるムズリではございませぬぞ。ミファー様はこのような入り味に思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらんですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが。ん、何かシーンってなってるねえ。思い出すか。あ、本当だね。あ、青い。あ、通常時は青いんだね。なるほど、なるほど。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。復活するかもっていう薬剤ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。薬剤ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？これ惚れてまうやろうってやつですね。そうやね、うん。まあゼロだ、一択ですマジかよ。ミファいいやん、かわいいやん。いや、ちょっと顔がやっぱ魚っぽいんで。魚、
魚が多いね、どっちかいうと、はい、そうか顔面がちょっとなるほど、まあそうだな、ちょっと出てるんですよ、あ、そう、そうだね赤いし結局顔かよ顔というか、なんか作りが、うん、ああ、まあ確かにね、フォルムがもうそれ以上はやめたってくれフォルムの部分、いやいや、もうビファーがかわいそう7バカにするな、ハイリア人、そんな都合よく思い出したりするわけないぞら、とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ、証拠、証拠があるというなら見せてみるぞら、もう証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるぞら電気の矢あるけどな、うん、え、何を証明したらいいんだろう、なんか持ってるものですか、写真、うん、やめるぞらねえ、シド王子もちょっと怯えとる、本当なんと強情なやつだ、だが証拠ならある、ああ、ええ、なんで、ああ切るか、なるほどね、ここで装備忘れを防ぐわけですね、そういうことか、なるほど、おお、ほほほ、なんか色の感じが、色味が良くないですね、でもこれだと顔がちょっと見えなくなるんで、あー、まあ、そっか、龍画的にあんま良くないですね、なるほどね、確かにそうだね、そういうの気にするタイプじゃないですか、やっぱ、うん、ね、これも顔見えてない気がするけど、もうちょっと暗くなっちゃう、本当はね、防御力高いですけど、うん、で、なんかそのボトムスパンツ、はいはい、ちょっとなんか若干変態感が出とるっていうか、なんか変態感うん、まあいいけど、登りがいいんだよね、やっぱ登り、なるほどね、はい、よし、どうや、えい、なぜこれが証拠になるんですかね、ねえ、ピンクの着ている服をよく見るんだぞ、あ、書いてあるのかな、服を変えてこようと、わしはお前のことなの、えん、ね、なななそれはさっきのゾーラの鎧、ミバー様ご自身が手から作られたもの、なんとサイズがぴったりだぞら、ああなるほど、サイズ感の問題、これはどういうことだ、ああなるほど、リンクにあつらえて作ったみたいな、ああそういうことか、モイビトが誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか、体型変わってなくてよかったですね、本当だよね100年からで取ったら大体痩せ細ってそうだけどね、はい、この鎧がリンクにぴったりなのは何よりの証拠だぞ、昔からハイリア人嫌いだったお前には言うなとミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ、なるほど、さあ協力する約束だぞムズリ、電気の矢はどうやったらたくさん手に入る、お前のことだ、もう調べてあるのだろアミーボガチャブブ、ミファー様はこのもののために鎧を作っておられたとは、せやで、そういうことやで、な、もうええやろ、ちっちゃいことに、そう、ハイリア人の助けを借りるのはイヤゾラが仕方ありませぬ、わしもゾーラの男、一度吐いた泡には責任を持ちますぞら、なんか、なるほど、電気の矢がたんまりと手に入る場所教えましょうぞ、これはこれで嬉しいですね、ねえ、たんまり手に入る、そうや、あそこに見える雷獣山、そしてあの先端の試しの岬、はいはい、はその雷獣山には恐ろしいやつが住み着いているぞら、わしらゾーラ族が食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物、おうおう、そうか、人獣ライネル、ちょっと待って、え、風神ライネルちょっと待ってえ、この間芝居いたらライネルじゃねえの、あいつ氷の矢でしたよね、ああそうか、電気の矢を使う、あれを、うん、売ってきたやつを、うん、その辺にぶっ刺さるじゃないですか、うん、それ引っこ抜いて使えようって、うん、ああそういうことか、ほうほうほう、リサイクル、凶暴だがリングならなんとかなるだろう、ああ、真珠を沈めるには電気の矢が操作な、20本以上は必要ぞ、あ、でもあるよもうえ、お前に集めることができるぞ、なんか、まあ、集まってるよ、ね、なんともうあるのかみたいな、さすがだな、リンク、電気の矢、あ、ほんとにえああ、でも行ってみたいって言ってみたいけど、うん、もうイベント以降すっ飛ばしちゃってならばリンク、俺は真珠のいる東の貯水庫で待機するぞ、もうあれあれよあれと話が準備が整ったら東の貯水庫に来てくれ、よし協力して真珠に挑むぞでもちょっと行ってきましょうか、ね、そうやね、そうやねびっくりしたね、まさかのイベント飛ばしになるとは、そうっすね、ねアミーボガチャ恐るべし恐るべし